矢野パッと教えてもらおうかな。どうやったらうまく 0.4 乗せれるか。けど実際パッド練習は賢いよね。強さだけを追求するんだったらね。やろうかな。特に僕らぐらいの頻度でエーペックスやるんだったら絶対ちょうどいいよな。ちょうどいい。ランクしかしないしね。しかも習得が早いしね、パッド。キーマンほどむずくないからね、本当に。早いよね、なんか成長曲線が。早い。俺もだってパッド始めた時、最初の2、3ヶ月の時にあのトップ500ブレデター最初にやったから。2、3ヶ月あれば多分、キーマウと同じぐらいの実力にはなるんじゃない多分。僕はパッドやることないだろうな。言ってたもんね、キーマウでゲームがするのが好きなんだ。そう。楽しい。一番大事。やっぱすげえつまらなく感じちゃうんだよな。マジでね、キーマやったらね、できないんだよな。これはマジで多分、好みの問題だと思うけど。強さよりかなんか楽しさの方が大事だから。俺あんま気にならんな。大事だな、どっちも大事だけど、フットマウス使ってきてるからってのもあるだろうな。まあそれが一番大きそうね。固定観念みたいなのがやっぱ強いな。やばい、固まっちまってる。古い考え。いや凝り固まってないよ。僕らは、僕もあれ、俺は割とあれだな。エイフ君柔軟だね。柔軟な方がだからまあ楽だと思う。あんまり気にならんな。ゲームによって適切なね、あのデバイス使えば一番強いデバイス使おうって感じだな、俺は。でもなんかデバイスにナフ入ったやつにまた戻しちゃいいし、みたいな。切り替えれる方が絶対柔軟でいい。ボルト落ちてないですか？